NS カンターはトルコのプロバスケットボール選手。スイスチューリッヒ州チューリッヒ出身。NBA のポートランドトレールブレイザーズに所属している。ポジションはセンターパワーフォワード211 21センチメートル116キログラム。2006年から TBL のフェネルバフチェイルケルのジュニアチームでプレー2008から2009年シーズンより フェネル・バフチェ・ユルキルのシニアチーム控え選手として、ユーロリーグに4試合、ターキッシュリーグに5試合のみ出場した。この時チームから3万3000ウェドルの報酬を受け取っていたことが、後の経歴に大きく影響を及ぼすこととなる。フェネル・バフチェや GBL のオリンピア・コス BC がプロ契約を結ぼうと近づいてきたが、カンターはアメリカの大学でプレーすることを望み、このオファーを断った。 2009から2010年シーズン、カンターはカリフォルニア州シミバレーの高校でプレーした。2010年のナイキフープサミットでは1998年にダークノビツキーが挙げた。これまでの最高得点を上回る34点を挙げた。ライバルズ .com、スカウト .com からはいずれも5つ、星の高い評価を受けた。2009年11月23日、それまで UCLA、 USC、インディアナ大学、アネルビーからもオファーを受けていたカンターは、ワシントン大学に進学を決めたことを表明した。しかし2010年2月には再びリクルーティングを再開し、同年4月10日、ジョン・カリパリコーチの指揮するケンタッキー大学への進学を発表した。ここで、NCWA が動き、カンターが、フェネルバフチェユルケルから受け取った報酬が、許容範囲を超えたものと、 判断、2011年1月7日、ケンタッキー大学の訴えも拒絶し、NCWA はカンターが無資格であると最終決定を下し、カンターはケンタッキー大学でプレーすることができなかった。2011年の NBA ドラフトにカンターはエントリーし、1巡目全体3位でユタジャズに指名された。2015年2月19日、オクラホマシティサンダーに移籍。 シーズン終了後の7月9日、制限付き FA になっていたカンターは、ポートランドトレイルブレイザーズが提示した4年7000万ドルのオファーシートにサインしたが、サンダーは3日後に同じ契約を提示し、再契約が決まった。2015から2016年シーズンではチームで唯一の全試合出場を果たした。2016年4月7日のトレイルブレイザーズ戦で、 キャリアハイの33得点に加え20リバウンドをマークし、サンダーの選手として初めて30から20を達成した。平均8.1リバウンドはベンチプレイヤーの中で最も高い数字であった。2017年9月23日、カーメロ・アンソニーとのトレードでニューヨーク・ニックスに移籍した。2019年2月7日、競合でのプレーを求めてニックスと契約のバイアウトに、 同意し、FA となった。2019年2月13日、ポートランドトレールブレイザーズとシーズン終了までの契約を結んだ。プレーオフでも活躍し、チームのカンファレンス決勝進出に貢献した。オフに、FA となった。2019年7月17日、ボストンセルティックスと2年1000万ドルで契約した。2020年11月18日に3チーム間の トレードで、ブレイザーズに復帰した。レギュラーシーズンプレイオフ国際舞台では、17歳の、時、U-18 バスケットボールトルコ代表でプレーバスケットボールヨーロッパジュニア選手権の準決勝、セルビア戦では32得点、25リバウンド、決勝のバスケットボールリトアニア代表戦でも35得点、19、 リバウンド4ブロックショットを上げ、大会の最優秀選手に選ばれた。プロレス好きであり、WWE の看板番組である、ローにゲスト出演している。その際にアールトゥルースを押し倒してフォールし、彼が保持していた、いつでも、どこでも、誰でも挑戦できる24、7王座を体感した。また、バスケを引退した後は、プロレスラーを目指す意向を示している。父親は、 中立比大学で組織学の博士号を獲得。現在は、トルコのトラカヤ大学の大学教授を務めている。ありがとうございます。